JR 貨物 DF200 系ディーゼル機関車。DF200 系ディーゼル機関車。DF200 型ディーゼル機関車は、日本貨物鉄道、JR 貨物が1992年、平成4年から製作している、電気式ディーゼル機関車である。本港では、2013年、平成25年から、九州旅客鉄道、JR 九州が導入した、同景機。 d f 2 0 0系7 0 0 0番台についても記述する。感染における電化区間の割合が低い北海道においては、無塩化以降の貨物輸送は、電化、非電化区間の別なく、DD51 系ディーゼル機関車を主力としてきた。JR 以降後の輸送量増大や貨物列車の高速化に対し、DD51 系の出力不足で、 工場的に重連での運用を要したことに加え、北海道の厳しい気候風土による車両の老朽化も、顕在化してきた。これを受け、重連運転の解消と老朽車両の置換へを、目的として1992年に開発されたのが、DEF200 系である。JR 貨物の公募により、エコ、パワーレッドベア、エコパワーレッドベアという愛称が付けられ、車体側面に、 ロゴが描かれている。1994年鉄道優の回路ーレル賞、第34回受賞。車体は前面を傾斜させた20メートル級の箱型である。重連運転は想定されず、正面に貫通扉はない。屋根高さを車両限界いっぱいの4メートルにして、機器類の偽装空間を確保している。側面より見て、車体中央部に放熱器、 冷却ファンなどの冷却系統、その両隣に動力源となる機関と発電機のセットを搭載し、周辺管装置、補助電源装置など電気系統機器は、運転台の真後ろに各々配される。機器配置はおおむね前後を対象である。運転室の奥行き寸法が小さく、乗務員扉は側面向かって、左側のものは、車体中央付近に設けられ、 右側のものは運転室に設ける点対象の配置である。JR 貨物所属者の外部と職は脳、泡グレーと朱色の組み合わせによる。動力伝達方式は従来の主流であった液体式ではなく、国鉄 d f 5 0系以来の電気式、ディーゼルエレクトリック方式として設計された。これは増大した出力に対応する大容量、液体変速機の研究、開発が 国鉄で5重系の試作を最後に中止されて、久しいことと、VVVF インバータ制御など、超速の進歩を遂げた、電気機器を採用することで、駆動系の小型化と保守の軽減が図れるためである。主機関として、ツインターボアフタークーラ付き V 型12、気筒ディーゼル機関を2機搭載する。これは、同じく V 型12気筒ディーゼル機関を搭載する。 国鉄 DD51 型と比べて、エンジン排気量が61.1リットルから46.3リットルへと、ダウンサイジングされ小型高出力化が図られており、これにより、エンジン、発電機、主変換装置、主電動機を含めた、パワーユニットの小型化に貢献している。初期の車両は、ドイツマトゥー社製の内燃機関、定格出力 1700PS、1800、 RPM が採用されたが、50番台以降は、JR 貨物、JR 九州所属車とも小松製 SDA12、V170 から 1K、定格出力 1800PS、1800RPM、最大出力に 071PS、2100RPM に変更されている。これは、DD51 の B 更新工事車に搭載されている、同社製。 SD12V170 から 1100PS1500rpm のアフタークーラーをデュアルサーキット化したものである。車体長を詰めながら表面積を稼ぐため、1エンジンあたり2枚の冷却機を前後しで V 字型に配置し、紙型に設けられたファン1機とで1つのモジュールを形作るようになっており、それを2組搭載している。冷却ファンの駆動は、 従来の精油圧式を止めて、電動式とし、モジュール全体を、容量の大きな箱状としたことで、DD51 のシュラウドと比べて、通気抵抗も低減している。発電機も2機搭載されており、前者が、東芝製、FDM301 系、自己通風冷却回転回事式ブラシレス。同期発電機、定格出力1 5 5 9馬、1800、 RPM となっている。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機、FMT100 型を6機搭載する。1個のインバータで1個の主電動機を制御する e c 1 m 方式の個別制御システムにより、定格の動輪収出力は DD51 系の1.5倍となり、平坦線で時速 110km 以上の均衡速度800トン圏インジを維持することができる。 六軸駆動となったことで、起動時の粘着安定性も向上した。主電動機の走下方式は国鉄、JR の電気機関車で、汎用的に用いられる、吊りかけ式で、同軸への動力伝達は、主電動機回転四軸の小歯車と、車軸側の大歯車のかかり合いによる一段歯車、減速方式である。機関車本体用の単独ブレーキ、短便は、 電気指令式空気ブレーキを採用している。非牽引車両への編成ブレーキ、地面には、ノッチ式のハンドル操作により、角ノッチで設定された圧力まで、ブレーキ間圧力を減圧する自動空気ブレーキを採用している。また、自社が牽引される場合は、牽引する機関車からの空気圧指令により、ブレーキが作動する。ブレーキ設定機には、単便部と地便部があり、ブレーキ操作は、 ブレーキ指令器で演算された後に、ブレーキ制御装置へ出力している。発電ブレーキは時速 30km 以上で作動するようになっており、その時には発電ブレーキのみでブレーキをかけるが、編成ブレーキ力が不足と判断された場合には、機関車の空気ブレーキがフォローする仕組みとなっている。台車は枕バネにダイヤフラム式の空気バネを用いた軸量式の ボルスタレス台車の FDT100 系、両端 FDT101 系、中間で、牽引力の伝達は、Z リンク方式である。基礎ブレーキ装置は型押し、式踏み面ブレーキで、ブレーキシリンダブレーキテコと一体化して台車に、そ化する、ユニットブレーキである。軸重を抑えるため軽量化された、本形式の台車構造は、後続の神経式機関車にも、基本として用いられている。 体感、大切構造としては運転室では、機密対策、暖房能力を向上させ全面窓ガラスは、熱線入り、温風式テフロスタを装備。台車では砂巻き管の目なじり防止のため、電動機の排気熱による温風ヒーターを装備。ブレーキ装置では、車輪踏み面と整臨士管に、雪がこう混むのを防ぐために、大切ブレーキ制御を行う。ブレーキ制御装置と除湿装置には、 保温ヒーターを装備。ATS は ATSSF を装備しているが、北海道での ATSDN の装備が進んだことから、例番台の大半は ATSSF の機能を持ちながらも ATSDN と互換性のある ATSDF に変更されている。この工事は2016年6月までに完了している。1992年9月。 川崎重工業で落成した本形式の試作者である。車両番号は901である。当機の体幹、大切を中心に各種試験に供された。全照灯は正面窓状に4個設置され、ただし中央の2個のみ点灯、運転台直下には標識灯のみを装備する。正面デザインは3面構成で窓の傾斜角や 塗り分けパターンも量産車とは異なる。廃尚機、スカートは赤色である。車体側面には、インバータ、ハイテックローコロゴが描かれたが、後に赤紫色、コンテナレッドの JRF ロゴに変更。現在は、白色の JRF ロゴとレッドベアーのロゴが描かれる。1994年9月から1998年3月に、かけ12両。 一から十二が製造された。試作車の使用結果を踏まえ製作された量産機である。全商灯は、正面窓上二個、運転台直下二個、標識灯と一体で設置、正面は二面構成となり、塗り分けの変更とも、相まって外観は大きく変化した。落成時、スカートは赤色、側面の JRF ロゴは赤紫色であったが、十五機以降は、スカートは、 灰色、JRF ロゴは白色となった。近年は工場入場時にスカートの赤色か、JRF ロゴの白色か、エコ、パワーレッドベアのマークの追加が施行されている。ただし、1から9号機に関しては、レッドベアのマークが付けられた後も、JRF ロゴは従来の赤紫色のままの車両もあった。4号機からは台車に設置される空転防止用砂箱を、 セラジェット方式対応として小型化された、既存車も順次交換。これは、流形約 0.3mm のセラミック細流と、軽車の混合物を用いるもので、従来の天然差に比べ使用量と材料費を節減できる。本区分までは、マトゥー製エンジンを搭載するが、1号機は後に50番台で、採用される小松製エンジン SDA12V170 から、 一を先行して、搭載、試験を行った。現在は、マトゥー製エンジンに換装されている。1999年12月から2004年1月に、かけ、13両、51から63が製造された。駆動用機関を、小松製の SDA12V170 から1、型に変更した。これは、DD51 系の B 更新工事試行車に、 搭載されたものと同系統で部品の共通化による保守性向上を主目的とする。車体構造の変更はないが、製作途中でレッドベアーの相性が決定し、車体に相性のロゴが描かれる。スカートは灰色、JRF ロゴは白色である。2005年から2011年にかけ、23両、101から123が製造された。 VVVF インバータのスイッチング素子を G とサイリスタからイベットに変更した。外観には大きな変更はなく、スカートは灰色、JRF ロゴは白色である。2016年に登場した新たなバンダイ区分。100バンダイ機に防音強化等の改造を施したもの。川崎重工業に入場していた123号機が改版され、 223号機として2016年7月9日に出場したのを皮切りに2017年以降に1 1 6 1 2 0 1 2二号機もそれぞれ改版された。これらは愛知機関区に配置された。保安装置などが変更されていることが表示からわかるが外見に目立った変化はない。九州旅客鉄道 JR 九州が2013年10月より運行を 開始した豪華寝台列車、クルーズトレイン、7つ母シーン九州の牽引機として、九州仕様に改装した本形式が川崎重工業にて製造された。当初は牽引する77軽客車と共に、車体前面に黒色のラッピングフィルムが貼られていたが、2013年9月13日に合同公開された際にラッピングフィルムは除去された。外装は、 古代漆を基調とした光沢のあるロイヤルワインレッドの塗色が施されている。灯火類や誘導引用手すりの形状などが改められているほか、車体側面と前面に金色の列車のエンブレムが取り付けられ、前面中央にダミーのグリルが取り付けられている。連結機は JR 貨物所有機の自動連結機から密着自動連結機に変更されている。これともに連結器の干渉機が ダブルアクション式の干渉機に改められ、列車引き出し時や、制動時に客車に伝わる衝撃を緩和する機構が追加されているほか、正面向かって連結機の左上スカート部分に、波形自動連結機と連結するとき連結機の可動範囲を上下左右方向から左右方向に制約する切り替えレバーが設けてある。また排気範囲やサイレンサーなどに、 客車への騒音や振動を低減させる機能を強化するとともに、騒音の抑制が必要な場合には、エンジン1台の運転も行えるように改良されている。保安装置は、JR 九州管内で使用されている ATS-DK を搭載している。バンダイ区分は、7つ防止員九州にちなんで7000番台としている。報道公開時、車両番号は7000であることが発表された。 2013年7月12日より短期での試運転を開始し、8月15日より7つ母子院九州を経営しての試運転が開始された。10月15日に7つ母子院九州の営業運転が開始された。申請開始以来、前期が JR 貨物和紙別機関区に配置されていたが、2014年8月30日付で和紙別機関区が廃止されたため、 現在は42両が5両各機関区に、4両が愛知機関区に配置されている。5両各機関区配置者は番台による区別なく、前期とも共通で運用される。投入当初は札幌貨物ターミナル駅5両各駅、帯広貨物駅間の運用に重当されていたが、増備が進行した2008年度には、根室本線の釧路貨物駅、 宗谷本線の北旭川駅まで運用を拡大し、2013年度をもって定期運用を失ったすべての DD51 型を置き換えた。これまで軸重の関係で行われていなかった赤北本線での運用は2012年度より複数回にわたり実施された試験運転を経て2014年度から行われている。また、 JR 北海道所属の DD51 系の運用離脱に伴い、2016年より団体臨時列車、カシオペアクルーズ、カシオペア機構の牽引も行っていた。2017年2月をもって、カシオペアクルーズ、カシオペア機構の北海道への乗り入れが終了したため、DF200 の旅客列車の牽引は、わずかな期間に終わっている。2017年5月1日以降は、 トレーンスイート式島が、青函トンネル通過による、北海道乗り入れのクルーズトレインとなっている。試策者である901号機は量産車と機器の構造、配置などが異なり、乗務員に対する講習を実施する、必要等が生じるため、もっぱら、有川貨物駅構内での入れ替え仕業に、重当されている。製作実績は年度両、年度両で、 あり、2010年3月31日までに延べ45両を製作している。2010年度は2両が製作され、2011年度をもって JR 貨物での増備は一旦終了した。なお、2012年平成24年2月16日に、赤昌線東大岩家信号場付近で発生した脱線事故により、 DF200 から56が廃車となっているが、代替機の新臓は行われていない。また、関西本線で使用している老朽化した DD51 型を置き換えるため、DF200 系の改造を行って投入する計画がある。この計画に基づき、2016年に123号機が川崎重工にて試作改造を施行された地、 愛知機関区へ公衆輸送された。2017年3月4日のダイヤ改正から関西本線において定期運用が設定されるも、しばらくは DD51 型によるダイソーが続いていたが、2018年1月21日に潮浜駅まで試運転を実施し、同年2月1日より関西本線での運用を開始した。全般検査は、 苗母車両所が担当しているが、マトゥ製エンジンは、北海道三菱不桑、小松製エンジンは、愛知機関区で検査、修繕されている。主発電機や、VVVF インバータは、東芝トランスポートエンジニアリングと契約している。北斗電機で、検査されている。JR 九州所有の7000番台は、JR 九州大分鉄道事業部大分。 車両センターに配置されており、7つ母子九州の牽引機として運用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。